もいつもお世話になっております。今回は霊式四槍前半のギミック動画になります。まずマーカーのご紹介です。私たちはこのようなマーカーを使用しました。主にライオンのところでお話ししますが、将来音の炎を本家のマーカーの外角のところに立って処理します。理由としては後半のマーカーを共通化するため、置き直すのではなく南北のアンチを広くするためマーカーの角に立つという処理方法になっています。それでは行きましょう。まず基礎知識です。外周に覚醒共鳴編で出てきた晩神のクリスタルが6つ出現します。それぞれ特徴があり、霊式では放つで関係する晩神の範囲が2つ同時に来ます。パターンは5つでこのような感じになります。ちなみにガルーダ対フリートはアンチがないのでありません。実際の映像とともに5つを確認していきましょう。リバとガルーダです。内側の斜めがアンチになっています。ラムーとイフリートです。東西の外周側がアンチになっています。リバとラムーです。南北の外周がアンチになっています。ガルーダとラムーです。斜めの外周がアンチになっています。リバとイフリートです。東西の内周側がアンチになっています。この5パターンは放つで詠唱完了時に発動し、ストックで一旦保留しリリース詠唱完了時に発動します。あとタイタンとシバがいます。放つやストックの合間にジャンクションされ、タイタンは頭割り、シバは個別に範囲をしてくるので3回をします。また専用のフェーズを持っていますので、そちらで詳しく解説します。基礎知識技の最後にマレフィキウムと天罰の波動を紹介します。マレフィキウムは全体攻撃になります。天罰の波動、ヘイト1位と2位に記載したものが来るので、タンク2人は無敵受けかスイッチしましょう。ダイヤモンドダスト、全体攻撃の後床が凍結します。ヒラ2人に頭割りとフィールドの対角にアンチがある範囲予兆が来ます。アンチに44で分かれるように滑ります。頭割りが終わると先ほどのアンチだけに範囲予兆が来て、さらに8人に円範囲予兆が来ます。3回するようにアンチに滑り、円範囲が着弾するとその場所につららが設置されます。その後つららからはランダムでプレイヤーに線がつながり、一定時間後線でつながったプレイヤーにつららが飛んできます。このつららは距離減衰攻撃なので、最終的には線の形状がトゲトゲから変わるまで離れましょう。つららを置いたら氷の床が溶けて、また対角がアンチのフィールド予兆が来ます。これはどっちに行っても平気ですが、なるべく距離減衰が遠くなる方に行きます。中央の予兆が着弾したらノックバックが来ますので、アムレン剣術をして真ん中へ行き、回復をもらってから距離減衰が遠くなるように3回してつららを受けます。では実際の動きを遠隔近接滑りを無視した忍者と見ていきましょう。まずは遠隔組レンジキャスヒーラーの動きです。アンチに滑り頭割りを受けます。一番予兆側の3回位置に滑ります。つららを置いたら氷の床はなくなりますので、次のアンチに歩いていきます。アンチに待機し、中央の予兆が終わったら剣術をして、中央で回復をもらってからつながっているつららと離れます。次に近接組タンクメレーの動きです。アンチに滑り頭割りを受けます。遠隔組の間のアンチに滑ります。滑る位置が違うくらいで、あとは一緒です。最後に滑りを無視した忍者を見ます。滑るところで殴れる位置に宿地を2回使っています。あとは一緒ですので割愛します。大地の怒り、全体攻撃の後フィールドに岩が9個降ってきて、8人全員に3種類のマーカーがつきます。岩に近づくと線でつながり、
マーカーの種類に応じた爆発をします。また、爆発の範囲は、図のような真心ラインに沿って爆発します。黄色マーカーは、一人で受けないと死にます。オレンジ色マーカーは、二人以上で受けないと死にます。青色マーカーは、隣の岩を巻き込む爆発をします。全部で3パターンを行います。それぞれの3回方法は図のように分かれます。そして、ロールごとに分けた図です。最も注意するところは、2回目の青色マーカーで、全員につく可能性があり、8人の優先度が求められます。ちょっとしたコツとしては、自分の優先度側に少し寄っておくことです。それでは、実際の動きを見てみます。大地の怒りの全体攻撃です。岩が9個降ってきました。1回目です。私は青色マーカーですので、南の岩に行きます。2回目です。私は青色マーカーで、相方がヒーラーですから、優先度に従って、東の岩に行きます。3回目です。私は DPS かつ黄色マーカーですので、北東の岩に行きます。次に巨像フェーズです。南の外周に、巨大なボスが出現します。次の放つは、その南の巨像から、頭割りの直線攻撃も来るので、一緒のアンチで避けます。左はその例2つです。石像の流れをアニメーションで見てみましょう。マレフィキウムが終わったら、ボスを南に引っ張ります。ストックを覚えておきます。次に、44の頭割り位置から石像が出現します。石像の出現のさせ方には、南北、東西の2種類があり、今回は南北メインで紹介します。石像が出現したら、三角と四角のサイコロの1から4が全員に付与されます。これは、線で繋がった石像が、順番にビームを打ってきますので、入れ替わって受けます。1回目ビームは、閲楽の手と同時に来ますので、アンチ側端で誘導し、他の人は真ん中で回避します。2回目ビームの後に、外周ボスのどちらかの手が光り、光った側からノックバックが来ますので、誘導が終わった人は、光った手の前に集合します。4回目ビームは、ノックバック直前に来ますので、処理してからすぐ行けるように、図のようにビームを誘導します。ノックバック後、リリースが来ますので、覚えておいたストックのアンチへ移動します。次に東西ですが、最後のビームの捨て方が違うだけで、基本的な考え方は一緒です。4回目ビームの誘導例です。それでは、実際の動きを見てみましょう。まず、1番の動きです。北側の石像と線が繋がってますね。閲楽の手で、東側の手が光ってますので、西側のアンチの北側でビームを誘導します。他の人を真ん中です。誘導を終えたら、2番のビームに引かれないように逃げます。2番目のビームが終わったら、外周ボスの手を確認し、左手が光っているので、光ってる側に待機し、この後ノックバックです。2番の動きです。北側の石像と線が繋がってますね。閲楽の手をアンチで回避し、1番のビームが終わったら、北側で入れ替わります。終わったら、外周ボスの手を確認し、光ってる側へ行きましょう。3番の動きは2番と入れ替わるだけなので割愛します。続いて、南側4番の動きです。閲楽の手を回避してからずっと待機し、3番が終わったら入れ替わり、南へビームを誘導します。誘導したら、すぐノックバックが来ますので、光ってる側へすぐ移動します。最後に、北側4番の動きです。閲楽の手を回避してから、ずっと待機し、3番が終わったら入れ替わり、外周ボスの光ってる側の横へ、ビームを誘導します。誘導したら、すぐノックバックが来ますので、光ってる側へ、すぐ移動します。最後に途中ストックしたものが、リリースされます。最後にライオンフェーズです。主流の TT 式という方法を解説します。本機のマーカー位置はこれです。これでは、
A と C のアンチが非常にシビアになっていますので、マーカーの外角に立つという主流の処理方法があります。マーカーの立ち位置を変えることで B と D のアンチがなくなる代わりに A と C のアンチが広くなります。ギミックの詳細はこのような感じです。まずはアニメーションから見てみましょう。将来音から線がつきます。閲楽の手が来ますので一旦アンチ側へ避難し、線対象は将来音の対角のマーカーへ移動します。線なしは大ライオンを誘導しますが、1回目遠隔、2回目近接、3回目遠隔というように誘導し、大ライオン1回目は南北外周誘導です。1回目の扇範囲を誘導し、次はノックバックが来ますので、アム連剣術をして、2回目の扇範囲を誘導します。大ライオンは近接が誘導します。この時、外周へ行き過ぎると、A と C にいる人へ誘導されてしまうので、沼の横くらいに誘導するといいです。そして、ストックしていた放つがリリースされ、それを避けてから、3回目の扇範囲を誘導します。大ライオンは、2回目と逆の横です。最後に、閲楽の手が来て終了です。では、実際の動きを見てみます。まずは、将来音の誘導からです。ストックは、リバとガルなので、内側斜めアンチですね。ライオンが出現して、線がつきました。まず、閲楽の手を避けて、そのまま線でつながった将来音の対角の4マーカーの外角に待機します。1回目を誘導した後、ノックバックが来ますので、そのままアム連剣術をして4マーカーの外角に待機します。2回目を誘導した後、フェーズ開始時にストックしたリバとガルをリリースしますので、内側斜めアンチへ移動します。その後、4マーカーの外角へ戻り、3回目の誘導をして閲楽の手を避けて終了です。次に無印遠隔視点です。ストックはガルとラムーですね。ライオンが出現しました。線がつきませんでしたので、大ライオンの誘導1回目と3回目ですね。閲楽の手を避けて沼を大ライオンの下に落とすように外周に炎を誘導します。1回目の誘導の後、ノックバックが来ますので、アム連剣術をしてアンチに待機します。2回目の炎の後、フェーズ開始時にストックしたガルとラムーをリリースしますので、外斜めのアンチへ移動します。放つを避けたら、誘導するために、2回目と逆の横で3回目を誘導します。最後に、閲楽の手を避けて終了です。最後に無印近接視点です。ストックは、リバとラムーですね。ライオンが出現しました。線がつきませんでしたので、大ライオンの誘導2回目ですね。閲楽の手を避けてアンチに行きます。もしくは、この動画のように、将来音を1個だけもらう位置なら被弾しても、次に全体回復を入れてもらえますので、大丈夫です。1回目の誘導の後、ノックバックが来ますので、アム連剣術をして、大ライオンの横で2回目を誘導します。誘導した後、先ほどストックしたリバとラムーがリリースされますので、アンチで避けてから3回目の炎のアンチに待機します。最後に閲楽の手を避けて終了です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をポチッてしていただけるとモチベーションが爆上がりします。どうかよろしくお願いいたします。